ごきげんよう。馬町町と二等兵の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。このチャンネルでは、ソシオニクスを紹介させていただくときは、めまいさんのいざよいブログを元に紹介させていただいております。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。今日紹介させていただくのは、SLI。はい。ソシオニクスでいうところの S というのは、感覚ですよね。はい。感覚、うん、次に来る L はロジカルの L、はい、なんで論理的、はい、ではこのソシオタイプ SLI 職人とあってですね、はい、この SLI 職人は心の余裕、プロの手さばき、はい、静かなるプライドという特徴があるタイプの一つですと。で SLI は MBTI のタイプで言うと、うん、ISTJと、はい、おおよそ対応するタイプですと、うん、センソリーロジカルイントロバートっていうんですかね、はい、要は感覚論理最後の I は、うん、内向か外向か、はい、ここは、MBTI とか16タイプと一緒で最後に来るのは E か I か、はいはい、でこの SLI の基本的な性格は、うん、心の余裕プロの手さばき、うんうん静かなるプライドという特徴がある、まあ、先ほど申し上げたんですけど、はい、落ち着きがあり周りをよく見ています、うん、そうですね感じて、はい、感覚、はいこれはもう現実ですね、うん、現実を感じて、うん、論理的に考える人、うん、しかも自分の中をちゃんと見つめている人ちゃんと見つめてる人とちゃんと見つめてない人になりますよいや E の人っていや外外じゃないですか外外が良くて内々がいいみたいな発想じゃないですかこれはね僕がねいいの人間だからかもしれません、はいはい内面に向いてる人ですと外面に向いてる人ですそうですね、いい悪いはございません、はいはい、これ今僕の、はい、僕が出ちゃいましたよ、はいはい、SLI は利便性と品質を重視しますと、うん、服は見た目よりも着心地の良さ、うん、手触りや一周には敏感で静かに自然と交わって楽しむ家族や友人には思いやりがある、うん、僕はあのリリー・フランキーさんに学んでいるので、はいあのうん、服は、はい、いやおしゃれ、うん、おしゃれは我慢だと、うん、いやなんかこの手が上がらなくても、うん、かっこいい革ジャンは着るべきみたいな、うんうんうん、見た目オンリー、うん、みたいなのに浸水しているので、うん、着心地の良さっていう観点もあったんですねって、うん着心地の良さは重要ですよ最初重要ですか、はい、見た目よりも見た目も重要ですでこの人はどっちかっていうと見た目よりも着心地の良さ、うんうんうん、まあだから見た目よりもってつくとそうではないけどはいどっちも基本やっぱ重要ですよねどっちも重要で僕はどっちかっていうと、うん、見た目はい見た目オンリー見た目は重要ですけど、はい、苦しいのは嫌だみたいなとかなり重要ですはい、はい、また自分の仕事にはプライドを持っています、うん、静かに見えて中身は頑固、はい、簡単には流されません、うん、慎重で経済的ですと、はい、家庭や職場ではたまたまやってみて楽しければ創意工夫を凝らします、うん、スローガンや騒がしいアピールは信用せず常識に従って行動したがります、うん、自分が正しいと思ったことは頑固で妥協しない、うん新しいアイデアは疑ってかかるが、うん、実際に試してみて、うん、そこから利益を引き出すことができますと、うん、なるほど僕はどっちかっていうとあのスローガンカラーみたいなところがあるので、はい、なんかいろいろ逆だねとか思いながら見てます、はいはいはい、そんな誇り高い SLI ですが、うん、ちょっと無気力なところがありますと、うん、疑り深いところがあるので、うん、将来に希望を持てなかったり、うん、冷たい人だと誤解されることがあるかもしれません、うん、なるほど、まあ、ちょっと分かりやすいので ISTJ っていうこの言葉面で追ってみると、はいうんまあ、SLI もそうか結局は感覚と論理、はい、まあそうですよ感覚論理の人ですもんね、はいはいうん、なるほど感覚の方が先に来てるってことですよねそうですね、うん、内向感覚です、うんうんうん、じゃあモデル A、この8つの心理機能で見てみましょうか、はい、ソシオニクスでは8つの心理機能で心の中の仕組みを紹介していてですね、はいうん、8つの機能の集合が心です、うんうん、みたいな形で捉えています、うん、
で、手動する機能、ファースト、MBTI でいうところの主機能ですね。はい。主機能は SI なので、うん、内向感覚、うんうん。手動する機能で SI を持つ人は、うん、自分や他者の体の状態を認識し、うん、この状態がどのように達せられるのかを理解し、そしてこれらの身体的な状態を再現したり回避したりする能力に長けています、うん、SI を主導する機能、まあ、得意な機能ですね、うん、に持つ人は自分の身体的な経験を満足させる状況に惹かれます、うん、身体の状態の認識、再現、分析に関わることに参加しているときはいつもパワーに満ち情熱にあふれています。不快からの回避は、うん、このタイプの持つ主要な動機づけの一つです。ピリピリした空気、うん、過労による体力消耗、他の人やたくさんのやるべきことから感じるプレッシャー、うん、そして満たされなかったり満たされすぎたりする身体的な欲求から、うん、内的な不快が生じます、うん、このタイプの人たちは不快感を生じるとすぐに気づき、そしてそのことについて非常にうるさく主張します、うん、ああなるほどなるほどね、はい、そして賢い方法によってその不快感を消し去るか、うん、あるいは単純に悩みの種のなるものから逃亡します。自分と不快感を共有する他者には大いに理解を示します、うんうんうん、そしてそのような他者のストレスを軽減する手助けをしたり、うん、良い解決案を提案したりもしますと、うん、SI を主導する機能に持つこのタイプは周囲の環境に絶えず自分を適応させており、うん、この当該の状況で何を求められるのが適切なのかについて固定的な意見を持つことは滅多にないと、うん、したがって彼らの他者の要望には即興で答えようとしますと、うん、根拠なんてしっくりくるから、うん、で十分ですと、うんうん、このような振る舞いは NI が弱いということも相まって、うん、見ている側からするとデタラメに映るかもしれないと、うん、なるほど、うん、この状況にすごい合わせるのはうまいと、うんうん、ただ回不感には敏感だと、うん、だから着心地なんじゃないですか。なるほど、うん、森ガールですかね。森ガールなのか、うん、なんかふわふわっていつもした服を着ている、ふわふわっとしてれば心地がいいか、そうかなるほどね、うん、そういうことですね、はい、なんかでもちょっと見えてきますね、うん、職場でタバコを吸ってる人がいると、うんうん、深い不快ですもんね、こういうのは、うんうんうん、だそういうのはもう許せない、はい、僕はまあまあが出てくるんですけど、うんうんうん、そういうことではないんですね。その不快を排除したいんですもんね、はい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 、でそれを同調する同じような価値観の人が敵ですね、それは いたら、はい、そうわだよねってこう、はい、固くこう握手してあいつら排除しなきゃいかない、うん、みたいな感じですよね。どんな人かがなんか見えてきて、はい、ような気はします、うん、はい、なるほど。ではセカンド第二機能、はい、このセカンドの第二機能というのは想像する機能と言われていて、はい、クリエイティブファンクション、うん、主導する機能を補佐するリーダー、うん、副リーダーであり、うん、状況を判断してそれをリーダーに伝えるのが仕事、うん、なんで、まあ、主機能に比べると、はい、自信がなくて控えめ、うん、だが、まあ、創造性に富んでいる、うん、っていうところですね、うん、この創造する機能で TE を持つ人は、うん、まあ、外向思考ですね、うん、はい、観念的な一貫性よりも、うん、事実上の正確性、うんうん、雰囲気を悪くしないための慎重な言葉遣いよりも、うん、客観的で不快なコミュニケーションを好みます、うん、効率的で合理的で有意義なものの見方は、うん、自分の幸せと心の平和にとって不可欠なものではあるが、うん、積極的で生産的であることに差し迫った必要性を感じているわけではありませんと、うんうんうん、なるほど、うん、でもやっぱりここは思考論理の部分ですね、はい、うん、要は正確性の方が重要、うん、空気とかよりも、うん、空気とかよりはまあ正確性が重要だけど、はい、
さっきのふわっとした感じでも OK な感じです。なんですね。SI で、なんか、もう、これがしっくりくるんだから、これでいいんだ、みたいなところもありつつ、はいはい。って感じなんですね。なるほど。まあ、そっちが主なんで、そっちが主なの。そっちが主。うん。ここはあくまで、状況を見て判断するところ。うん、うん、うん。だから空気とかよりはそっちが重要だけど、はい、説明つかなくても、これでいい、しっくりきてんだから。ただ、この人は、うん、判断するときはちゃんと論理的に、はい、なんで論理的にしっくりくるんだって言ってるんですかね。でもしっくりくる、まあでもこう第二機能、想像する機能は第二機能なので、はいはい、SI に送ってる感じです。はい、SI に送ってるんで最終判断は SI です、ね、この人がしてる、はい、みたいなとこですよ、ね。はい、あでもまあそっか、うん、感じてる部分は、うん、ガーってもう周りを見て、うんうんうん、だからどう間違ったこと言ってる。外に対してどう対応するかみたいなのはこう論理的にやってるけど、なんか自分のことに関してはこれがいいんだ、しっくりきてんだみたいなって感じじゃないですか。なるほど、うん、しかも内向ですからね。内向、はい、うん、強者ですね。はい、はい、確かにこのプライドの高きっていうのは見えてきますね、うん、なんか、で言葉で言ってよって言っても、しっくりくるからだよ。しっくりくるからだよ。言わないんだってなるほど。まあ、だから説明できない部分もあるってことじゃないですか。はいはいはい、しっくりくる、はい、みたいな。こうそれが一番説明してるんでしょうね。そう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 、論理的に考えて、もう体の感覚とかしっくりきてるでしょみたいな。なるほど、そういうとこじゃないですか。なんかある種一番の強者ですよ、うん、はい。